皆さんこんにちは。日本の女優である木野実ナナさん、今回は木野実ナナが自宅で孤独死した真相と、更年期鬱に苦しめられた壮絶な晩年や、有名な女優の梅沢富美男とのヤバい関係や、結婚ができなかった理由について紹介します。まずは木野実ナナの履歴とプロフィールから紹介します。木野実ナナは日本の女優歌手である。芸能界入りのきっかけは、中学3年の学校帰りに友人に頼まれてオーディションに付き添ったことです。62年に東京機関簿娘という歌でデビューして、作詞作曲の菊村典彦先生に芸名をもらいました。漢字とひらがな、カタカナが全部入っている名前だから、歌えて踊れてお芝居もできるスターになるようにって。テレビ出演時にはメイクさんに恋、ファンデーションをたっぷりと顔に塗られた。顔立ちが外国人っぽかったのか、小さい頃からハーフに間違われて随分いじめられたんです。でも大人は優しくしてくれました。東京向こう島の生まれで、夜の仕事をするお姉さんや下流会の芸者さんたちがたくさんいた。彼女たちが仕事に行く前、よく遊んでもらいました。木野実は1946年、トランペット奏者の父とダンサーをしていた母のもとに生まれた。母たち、父は19歳の若い夫婦だった。未熟児で生まれておぎゃーとも言わなかったんですって。お医者様もダメだなと思って、母の産後の面倒を見ていた。そうしたらかの泣くような声で、んぎゃというのが聞こえたんだそうです。キャー、生きてる、で大騒ぎになったそうです。そんな子が日に日に元気に大きくなるから、近所の人たちもびっくりしたみたい。でも体は弱くて、運動会や遠足になると熱を出していました。それで少し体を動かした方がいいと母の勧めで、5歳の頃バレエを習い始めたんです。母は私を身ごもってダンサーを辞めたんです。大好きな道を諦めて育ててくれた。それを知ってから母をより大御所にしなければと思って、亡くなるまでずっと2人で暮らして面倒を見ました。勉強は嫌いだったけど、バレエは大好きで、熱があってもバレエにだけは出かけていました。我が家の隣に夜の仕事をしているお姉さんが住んでいました。部屋に招かれると、マリちゃん、今日はこれって、ハーシーのチョコレートとかビスケットとかキャラメルとか、駄菓子屋さんでは売っていないようなお菓子をくれた。お姉さんの部屋は壁紙も家具も色鮮やかで、いいなぁと子供心に羨んだものです。というのも、うちは妹と私と祖母と叔父、両親の6人が6畳一間で暮らしていたもんだから、夜働いている父を朝になるとごめんなさいよとまたいで学校に行く、そんな下町育ちなんです。62年に歌手デビューしたが、なかなかブレイクには至らない。それでも有名歌手の前座など務めながら、なんとか両親と妹を養った。いろんな歌手の前座をやりながら、いつか一人でショーをやりたいと思っていました。ドラマで共演した江野健こと江野本健一さんにはとてもお世話になり、ナナ、お前は正面より後ろ姿がいいな、顔は人屈者みたいだけどって言われたんです。つまり舞台を目指せということ。テレビでは正面の顔ばかりだけど、舞台では後ろ姿でも魅了することができるから。そんな時、アメリカ行きの話をもらったんです。所属事務所が経営しているナイトクラブがロサンゼルスにあって、23歳になる直前の夏でした。自分で舞台を構成したんです。着物姿でお江戸日本橋を駆けながらステージに出て、パッと着物を脱ぐと、下は超ミニスカート、それでビートルズやモンキーズの曲などポップスを歌うと、日系の方をはじめお客さんがとても喜んでくれて嬉しかったですね。ラスベガスに連れて行ってもらったことも忘れられません。シャーリー・マクレーンのショーを見たんです。感動しました。楽屋に連れて行ってもらったんです。並んで写真を撮って鳥肌が立っちゃった。しかも彼女は日本から来たのと片言の日本語で話しかけてくれたんです。日本に戻り、いくつかの舞台に出演、そして72年越路吹雪主演の劇団四季ミュージカルアプローズのオーディションに参加する。新聞でオーディションの広告を見たんです。あれを見ていなかったら今の私はないですね。でも実は落ちたんです。ああ、どうしようと絶望していたら声をかけられたんです。ちょっとお戻りいただけますかって。そこで審査員の先生方にお願いします、どんな役でもいいからやらせてくださいって食い下がったんです。そうしたら、あなたは応募した役には向いていなくて落ちたけれど、
あなたにぴったりの役があるんですって、写真を見たらえ、この役をやりたかったんですって、おっちょこちょいな私らしい勘違いで別の役で応募してたんです。それで無事に合格しました。自分では歌も踊りもできると思っていましたが大間違いでした。全部一からやり直し。この時一流の先生方の下で、あいうえおの発声練習から学ぶことができました。1982年、当時31歳だった梅沢は、初めてドラマ出演した寂しいのは、お前だけじゃないで木の実と夫婦役で共演した。木の実の第一印象について梅沢はタイプ中のタイプ、胸キュンなんてもんじゃない。実物見た時に一目惚れだねと振り返った。当時の木の実はドラマや映画に引っ張りだこの超売れっ子で、梅沢はまだ新人。意を決して木の実を食事に誘い、電話番号を渡したという。これを機に二人は親密な関係になったが、梅沢はすでに妻帯者で、その事実を隠して芸能活動を行っていた。やがて結婚していることがバレ、女性不安から大バッシングが起きるなど、騒動は謝罪会見を開くまでに発展した。そんな中で木の実との関係が発覚すれば大問題になることは明白。それでも梅沢は木の実への思いを断ち切ることができなかった。ある日、雑誌の企画で木の実と対談した梅沢は妻帯者である、自分と付き合えるか、と聞いてみた。木の実は富男さんの舞台を客席で見ているとき、役者の女房になりたいと思ったよ。富男さんの不倫の恋の第一号になっても構わないわと答えたという。木の実に完全に心を奪われてしまった。梅沢は妻帯者でありながらも自分の思いを伝えることを決め、木の実を媒地に誘い出した。しかしそこでは木の実の方が梅沢にアプローチし、今日、家に来ない、と誘い、この言葉に梅沢はもうどうなってもいいと覚悟するのだが、二人の席にドラマの監督が偶然現れてしまったことで事態は急転する。無名の新人だった梅沢をドラマに抜擢してくれた。恩人でもある監督を追い払うことができず、心の中では帰れ、と思いながらも、三人で木の実の部屋を訪問。結局、ビデオを夜通し見続けてしまったという。やがてドラマの撮影が終わり、二人の恋も終わりを告げた。梅沢はその後も木の実をテレビで見かけるたびに、当時を思い出してしまうという。一方の木の実も、顔出しで当時の思いを告白。スタッフの梅沢さんのことが好きだったって本当ですか?という問いに木の実は驚きながらも本当ですと笑顔。そしてあれから30年ぐらい経って、芸能界のある意味初恋みたいな人と付け加え、梅沢に恋愛感情を持っていたことを認めた。木の実は舞台を見た時にすごく惚れちやったんですよね。私が飲んでいても楽しいし。一緒にいること自体が楽しいと振り返り、気持ちを抑えきれず、雑誌の対談で自分の思いをつけたことを説明した。ドラマで顔を合わせるたびに恋心が溢れたが、当時、木の実が所属していたプロダクションは、スキャンダルが出た時点でクビという方針、梅沢から電話番号をもらい、何度もかけようとしたが、なかなか行動に移せなかったという。そして一だけでも一緒に過ごしたいと悩み続けた木の実の口から出たのが、バイチでの逆アプロイチチだった。木の実は抱かれたいと思ったことは何度もあったと思うんです。でもなかったからこそ、ずっと愛していられるし、何十年前恋したねって言えると胸の内を打ち明けた。その後も独身を貫き、テレビで活躍する梅沢を見かけるたびに、惚れていたんだよとテレビに語りかけてしまうという。当時、梅沢からゴイチルドのペンダントをプレゼントされ、それを輪ごとに保管しているという木の実、表が7で裏に文なんて書いてある。まだまだすごく光っていますよと自慢し、とびきりの笑顔を見せた。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。